皆様宮がお亡くなりになられたので高松の宮記念杯という形になってますけども僕らの頃はえ高松の宮杯まあ当然、その高松の宮様がえ開会式にもお見えになってえー選手を激励するというようなシーンもありましたんでえそので前でいいとこ見せたいという思いはあったんですけどもねあのまあ琵琶湖でずっとやってましたので琵琶湖は結果的に優勝がないと。 2着はあるんだけどね <laughs> 東と西と分かれて走るという、まあ、予選の段階ではね、まあ、昔からそうだけど、えー、その時その時によってね、えー、今回は東の方がちょっとメンバーきついんじゃないとかねあの西の方が若手が多いんじゃないとか、まあ、いろんな形があるんだけどもこれ、まあ、s q s んだけ見るとね、まあ、東だからどう西だからどうっていうところも、えー、まあ 4人と5人ということであんまりなさそうな感じはしますけども全体から見るとなんかねあの東はこう関東がね勢いがあってあの北日本の方が少し1時ほどじゃないかなっていう感じはするよねあと、まあ、南関東と、まあ、この3地区だけなんで、まあ、普段のレースは先行接種いないと北日本と南関がライン組んで走ったりとかするレースも見受けられるんですけどもね。えー ここで、まあ、どういったメンバー構成で走るかと。えー、当然、えー、関東ばっかりになって、えー、最近の記念レースでも見られるようにですね、関東だけど別線と、みたいなレースは当然あるんじゃないかなと。これはね、えー、西日本の方でも、えー、以前近畿地区がね、多くて、まあ、近畿別線みたいな形でね、えー、レースがありました。まあ、ここはね、えー、やっぱりそれだけ、えー、東と西と分かれて走ると、 まあどうしてもそういったレースがあるというところなんで、まあそこが一つの見どころだと思います。今年はね、まあ十番二つ終わりましたけども、あの昨年 SQA さんにいた軍事と平原が SQA 一杯の落ちて、でいきなりね、二、えー、人とも十番取って、まあ来年また SQA さんに復帰と、えー、そうなると昨年落ちたのがまだいますよね。 えー、その辺が狙い目なのかなというふうにね、自然と思ったりするんですけども、前回の平原はね、やっぱりあのメンバー構成っていう部分で、あの非常に、えー、有利な位置を回れたというのがやっぱ一番大きいと思います。まあ、脚力的には、まあ、本人はね当然、えー、努力はしてると思いますけども、まあ前世紀に比べればマジがなく、えー、落ちていると言ってもいいんじゃないかと。 ただその落ちたところをどうやってカバーして走っていくかというのがやっぱり、えー、プロの選手として必要なところなんで、えー、そういう部分は平原はね、えー、うまくやってるんじゃないかなと思いますね <music> このところやっぱりね、あのー、力を本当に発揮してるというか真杉あすぎるりはねさすがに s q a んで安定した形で力を発揮してるとでまあ佐藤慎太郎もね 年齢の割にはよう頑張ってるなというところなんですけどさすがにちょっとね、えー、苦しくなった部分もあるかなというふうには見えます。であと、えー、新山とか深谷まあ深谷はね本来力あるんですけどもまあ,あの前回前橋決勝乗れませんでしたけどもあの列はちょっとね深谷らしくなかったなと。 あの,あのバンクの特性っていうのがねよく分かってなくて、えー、ああいうレースになったんじゃないかなという気はするんで、えー、力的には、えー、問題ないというふうに思いますね。あと若手でね意外とねあのいつも名前が出てくる期待あたりもですねあまり期待すると期待外れになったりするみたいな、えー、ところもありますんでねあの、まあ、ちょっと練習の様子なんかが、えー ね、SNS なんかでアップされて見てたんですけど本当にね練習はやってるみたいな雰囲気はありましたから、まあ、その成果がね出せればというところだと思いますまあ西はね、えー、これやっぱり五勝がね昨年、まあ、予選で落車しながらも、えー、優勝までし,しましたからね、まあ、これ地元ということもあってであのレース運びも あの自分でただあの動いてもいいし、まあ、人の後ろでもうまく走れるというところが、まあ、本当にオールラウンダーと言っていいような、えー、レースをやりますので、えー、安定感はやっぱり一番なんじゃないかなとあと、えー、清水がねずい、えー、まあよくなってきたと、あのー、コメントではねあまり強気な発言しないんですけどね、えーあのー、もっとそれをレースの中で自信満々で走って 走るるというね雰囲気が出てくでもの全プロ大会だけ勝って山口健也がねあれはあのレース形態がねやっぱり全プロ大会は、ね、連覇しましたけどもあの違うんで,、えー、で自転車も違うしやっぱりああいう自転車の方が、えー、健也は向いてんのかなというふうに思いながら見てましたけどああやって自由にね 国際レースみたいな形で走ると力を発揮すると、まあ、結局あのスピード持ってるスピードはいいものがあるんですねただあのレースの運び方がどうしてもねラインでこうねみんなが走るとあの遠慮しないで走ったら僕はあの十分に勝てるものはあるんじゃないかなと最近レース見て思うのはですねあの並走技術がみんなあんまりうまくないんですよねこれはやはりね あの縦での勝負みたいな形になってる部分もありますけどもあの横の動きがあまりうまくないんで、えー、もうちょっとねそこら辺をお父さん追い込みでやってましたんでしっかりとね、えー、練習でやってあのみんながねあれと思うような競争をしたらね勝つチャンスは生まれるんでいつもやってるとね、えー、それはなかなかあの警戒されてもあれですし、えー、突然やったりするとねあの意外と。 有効だと思うんでなんかそういうのをねどっかでやってくれたら面白いかなと思いますけどあのまあ一番ね今大会で気になるのは脇本ですよねえ脇本が前回の全プロ大会で初日はねそれなりに自力だったんであの外踏んでって2着でしたかね届かなかったですけどもえ2日目にあの寺崎の後ろを走ってまあ寺崎は前に 2着ぐらいまで行ったんですけどもうちからしゃくられたみたいな形でもう追走さえもできないような状況になったあれは、えー、本当にその身体的なものが理由なのかそれとも、まあ、気持ちがそれほど乗ってなかったのか分かりませんけれどもあのレースを見てると今回どうなんだっていうのがね、えー、やっぱこれにこうつくクエスチョンマークがつくと思うんで。 まあ脇本を全面的に信頼するかどうかっていうのはやっぱり初戦見ないとわからないとしか言いようがないですね。どっちかっていうと東と西とにこう分けると西の方がやっぱりちょっときついかな勝ち上がりがというふうになんとなく見えます。ななななんんととくくでですすよ間違いいは言えまませんあの東は東でそれなりのメンバーがいますし まあ最近ねガールズもずいぶんレベルが上がってきましたんでただねあの普通のレースを見てるとガールズの場合は、まあ、後方6番手7番手になるとあの前の動きを見ながらえ誰か行かないのかな行かないのかなって言いながらそのままゴールしてしまうみたいなケースが結構あるんで後方になった選手はねやっぱり一度動いてっていうレースができないとなかなか上位で、えー、勝つっていうのは難しいと思います。 今はね、ほぼほぼ,ほぼまあ残り1周をどこから仕掛けて、誰がどこにいてっていうレースの方が多いですから、スタートの順番が結構、問題になるんじゃないかなというふうに思ってます。女王、児玉葵は、当然、前回のチャンピオンですし、今回もねしっかりと。 狙ってくると思いますしまあ、それなりの走りはずっとまあ、見せてくれてるというふうには思います、えー、まあ、東の方ですね、まあ、東の方はねまあ、先ほど言ったようにこれって抜けた選手がいないという感じがするんでみんなにチャンスあるんじゃないかなと <laughs> まあ最近ねあの伊田重根ですか辺りも、えー、ずいぶん まあ若いし思い切りも良くなってきたみたいですからね。まあこういった選手が活躍する方した方が、えー、レース的には面白いんじゃないかなと思います。僕はねやっぱりあのみんなしっかりと練習をしてであのしっかりと調整してレースに臨んでほしいと思うんですね。まあ練習をしないと力はつきませんあの。レースだけ走ってて強くなるってことはないです。 やっぱり1日に1回しかレースやらないしあの他はウォーミングアップ程度しかやらないのでどうしてもあの力をねあの自,足というか自,自力というかつけるのはあのレースでは難しいとだからある程度の期間があってしっかり練習やる期間レースの前に若干調整する期間とかあって、えー、その中でこうレースをこなしていくですからレースの数が多すぎると練習する期間がない今はちょっとね レースがみんな走るるののが多すぎる選手の皆さんはいいかもしれませんよレース走れば何着でもお金もらえるわけで走ってるうちに「あ,あ賞金こんなになっちゃった」みたいな形になりますけどそれをね車検を買わされてるお客さんはねえこいつ本当に一生懸命練習やってきたのかなとで前回と今回えらい出来違うけどとか、まあ、そういうこともね、えー、起きてしまう可能性が大きいんでやっぱりあのしっかりと練習をして レースに臨めるような、まあ、そういうね、えー、こうシステムにね競輪界としてはやってほしいなとあのちなみに僕は現役の時はあの月に2回以上ほとんんど走っていません、はい、あのそれも3日制の2回でしたから全の前に入れて8日間残りの20日近くは練習に充てられるという中で、えー、選手としてやってましたんで。 今はねあの大きなレースは間違いなく4日制もう6日制もありますし G3 は4日制ですからあのほぼ5日で調整入れて全県からとかあの終わった日にちょっと次の日休もうするとまるまる1週間あるわけですねでそれを月に3回やると練習する暇ほとんどありませんそれでは強くなっていかないと僕は思いますですからそのあたりをね、えー、考えてまあ 朝っぱらから夜中までやるっていうのはね、まあ、車検あの買いたい方がいらっしゃるんで、まあ、いいと思いますけれども、えー、やっぱり選手の数をもっと増やしてあの、分担して走れるような形でもね、してもらわないといけないんじゃないかなというふうに思ってます <music>、えー、この本気の芸人 TV をですね、えー、丸5年になりまして、まあ、視聴者数も3万人を超えたということでですね、 本当に、えー、ありがたいことだとだ思っております、まあ、でもねそうやって見ていただく方にやっぱり満足してもらえるようなね、えー、内容の放送をしなきゃいけないとは思ってますんであのー、まあ僕はねずっと出てるわけじゃありませんけども日々ですね、えー、僕もファンの皆さんと一緒に見ながら、えー、ここはああせいこうせいとかいう話をですねしていきたいと思ってますんで、えー、今後ともよろしくお願いします。ここでピク えー、今回の本気の芸人 TV、えー、現地、岸和田から放送いたします。ここのところね、ちょっと現地行ってませんでしたので、もしお時間のある方は、ですね、えー、現地に来て、ですね目の前で見ていただきたいと思いますんで、ねあの、声かけていただければ、えー、いろんな話も、えー、また広がっていくんじゃないかと思いますんで、よろしくお願いししままますす、はい、ありがとうございました中さんも現現地地スタジオ来てくれますよねでは出します。